島村猪狩の勝手にプレビュー。いやー、まっきゃ久しぶりに来ましたね。帰ってきたよ、帰ってきた。あ、これやりたかったよ。本当にもうずっとやりたくてしょうがなかったっすもんね。本当だったら、うん、毎回もう毎回毎回結構もうやってることになってたんじゃないですか。そうですよね。ね、うん、でもね、まあ、こういう状況もあり、うん、そうですね。あのこのコーナーはですね、はい、島さんと私、猪狩がですね、はい、アレーゲームを勝手にプレビューして、はい、まあ、勝手に解説して、まあ、いろんなもう言いたいことを言うというコーナーなんですけども、はい、まあね、J リーグが一時中断しまして、なかなかこう再開できずにですね、このコーナー、あと眠ってましたけども、この辺に、いよいよ、やっとオープンになるというね、日が来ましたけども、ただ、中断明けまして、はい、試合日程が過密ですからね、過密なんで、なかなか全試合、アウェーゲームも勝手にプレビューするのは難しいというところも踏まえまして、これも勝手なんですけども、はい、勝手に私たちが注目するアウェーゲームを勝手にチョイスして、勝手に、解説していくという、もう気まぐれパスですよ、もう。気まぐれも日替わりです、日替わり。だから今日の気持ち変わったらまた違う形になっちゃう、ね。はい、今日の、気持ちで、チョイスした試合が7月26日のアウェイ川崎フロンターレです。川崎か、まあ、神奈川ダービーでございます、はい、どうですか、ね、川崎絶好調でしょ。絶好調もいいところですね。いや、さっきね、対戦、